本格科学冒険漫画20世紀少年は、浦沢直樹による日本の漫画作品。1999年から2006年まで、ビッグコミックスピリッツにて連載された。完結編である、本格科学冒険漫画21世紀少年は、2007年1月から7月まで、連載された。単行本は、二十世紀少年が、全22巻、十一世紀少年は、 上下巻の2巻が刊行されている。作品名は、ティレ r e x の楽曲、20センチュリーボーイにちなんだものである。第48回小学館漫画賞、青年一般部門を、はじめ、第25回講談社漫画賞一般部門、第6回文化庁、メディア芸術祭優秀賞、第37回日本漫画家協会賞大賞、第39回声運賞コミック部門、 フランスジャパンエキスポアワードグランプリ受賞。海外でも2003年にヨーロッパ最大の漫画賞と言われるアングレーム国際漫画祭の最優秀長編賞を受賞する。その他にも多数の賞を受賞している。シリーズ累計発行部数は3600万部を突破している。2008年から2009年にかけてはこれら2作品の実写映画化作品である日本映画。 本格科学冒険映画20世紀少年が三部作として公開された。高度成長による夢と希望に満ち溢れていた時代から一転して経済は停滞し、オカルトブームが起き、世界滅亡の空気まで漂い始めた1970年前後。そんな時代の中で少年たちは地球滅亡を目論む悪の組織や、 東京を破壊し尽くす巨大ロボットに蹂躙され、混沌とし、滅亡に向かっていく未来の世界を空想した。そして、それらに立ち向かい地球を救うのは、完全超悪の正義のヒーローとその仲間たちだ。くだらないようなストーリーを描いたスケッチブックを、少年たちは、予言の章と名付ける。しかし大人になるにつれ、そんな空想の記憶は、薄れていく。 1997年、主人公のケンジは、突然失踪した姉の娘のカンを養い、コンビニを営む平凡な日々を送っていたが、お得意先の一家の失踪や幼馴染みの死をきっかけに、その薄れかけていた記憶を次第に呼び覚まされていく。そして、世界各地の異変が、幼い頃空想した、予言の書通りに起こっていることに気づく。一連の出来事の影に見え隠れする。 謎の人物、友達との出会いによって、すべての歯車は回り出す。物語は、友達による20世紀末にかけての暗躍と、それに立ち向かう大人になった、ケンジたち幼馴染みを中心とした第一部、ケンジが行方不明となり、友達が、世界の救世主として称えられるようになった2015年の、世界で密かに反逆を試みるカンナを、 主人公とした第二部、人類が滅亡し、友達が独裁政治を行う世界に突如現れた賢治を描く第三部、友達泣きアートに残された最後の陰謀に立ち向かい、幼少時との決着をつけるべく奔走するかつての仲間たちを描く最終部の四つに大きく分かれる。賢治たちが小学校の頃に秘密基地のメンバーで考えた。 将来やってくるだろう悪の組織の地球征服の方法を書いたもの。しかし、それとは別に、小学校時代の友達らが神よ、真予、原の書を作っていた。記述が膨大なため、伸縮型のメニューとして表示する。時系列リスト映画版の公開に伴いスピリッツに掲載。内容と設定は、下記の映画版を基盤にしている。単行本は、 すべて小学館より刊行された。関数表示は、20世紀少年のみ、大衆である。2008年から2009年にかけて、堤幸彦監督、唐沢敏明の主演で三部作で公開された。総制作費60億円のプロジェクトで、三部作は、すべて週末観客動員数1位を記録し、 最終興業収入は三部作総額で113.7億円に上った。映画完結後も未公開シーンを加え劇場版と異なるラストを収録した DVD ブルーレイディスクの発売、地上波テレビにて20世紀少年サーガと題した再編集バージョンが放送されるなどしている。ありがとうございます。